1976年の化石駅と、周囲約750メートル範囲。下が、セタナ方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成化石駅は、かつて、北海道セタナ郡今金町技化石に、設置されていた、日本国有鉄道セタナ線の駅である。電報略号は、はい。隣のピリカ駅とともに、 檜山市長及び今金町で最も長い歴史を持つ駅であったが、セタナ線の廃線に伴い、1987年3月16日に廃駅となった。所在地名より、この地で目ウが多く産出し、その美しさを花に例えての名称である。廃止時点で、単式ホーム、島式ホーム複合型の二面二線を有する地上駅で、 列車交換が可能な交換駅であった。互いのホームは、端式ホーム東側と島式ホーム東側を結んだ、構内踏切で連絡していた。線路南側の駅舎側端式ホームが下り1番線、島式ホーム駅舎側が上り2番線となっていた。また、島式ホームの外側の一線は1983年時点で、側線扱いで残っていた。 職員配置駅で駅舎は校内の南東側に位置し、短式ホームに接していた。駅舎は古い木造駅舎で白いペンキ塗りの建物で庭駅とほぼ同型の建物であった。ホームはアスファルト舗装されていた。2000年時点で駅跡近辺は道路工事で出た土砂の置き場となっていた。2011年時点では近辺の築堤以外は何も残っていない。 ありがとうございます。